2019年末から世界にじわじわと広がった新型コロナウイルス感染は、2022年においても猛威を振るっているよね。落ち着いたかと思えば増えて、増えたかと思えば落ち着いて、っていうのを繰り返しているよね。もはやマスク着用がしばらく解除されることはないだろうな。また夏場は暑苦しい思いをすることになりそうだぜ。そうだね。一般社会での爆発的流行は言うまでもなく、厳重な管理体制下にあるはずの軍隊もその侵略を逃れることはできなかったようだよ。さて今回は、そんなウイルスによる軍隊への打撃と、オーストラリア潜水艦建造の進捗について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本に寄港した豪華クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス内での感染発生に、対応した自衛隊の病院関係者からは当時1名の感染者も出なかったよね。自衛隊はすごいと評価されたことをよく覚えてるよ。ああ、しかし、現在状況は一変しまったな。アメリカの原子力空母が運用停止状態になってしまい、潜水艦内での感染も発生している。潜水艦などの密閉空間ではコロナウイルスだけではなく、インフルエンザなどの感染症にも注意をしなければならないからな。スペースの限られていた潜水艦内の生活空間は、ベッド1畳ほどのプライベート空間のみで、それも寝転がっての広さということだし、こんな狭い密閉された空間に何十人もの隊員が生活しているわけだから、この中で感染が一気に拡大することは容易に想像できるぜ。ここでちょっと中国の話になるんだけど、中国は世界第一位の人口を誇る国だよね。コロナウイルス発生源とアメリカの前大統領トランプ氏に指摘されていたけど、感染が広がったとしても、無尽蔵に人がいるので、経済活動や軍事活動には問題ないだろうという見方をする人もいるんだ。中国にとってタイミングがいいことに、アメリカの原子力空母が機能停止に陥っているから、この隙に台湾海峡へまたぞろ手を伸ばしていることも事実だし、台湾はどうやって防衛できるのかということも気がかりだね。そういえば、中国が初めて建造した強襲揚陸艦で火事が発生したとか。らしいな。この初の強襲揚陸艦で STOVEL 機を搭載するんだろうから、不安と疑問を感じてしまうよな。そうだね。さて本題に移ろうかな。オーストラリアの潜水艦計画ですが、進捗状況が遅れすぎていて白紙に戻すのではないかとも取り沙汰されているんだ。さすがにそこまではいかないようだけど、進んでいないことは劣気とした事実だし、どうするんだろうね。それじゃあオーストラリアが建造する予定のアタック級潜水艦について見ていきたいと思うよ。2019年7月、フランスでは新型潜水艦であるシフラン級原子力潜水艦の進水式が行われたんだ。オーストラリアのアタック級潜水艦はこのシフラン級を通常動力型に換装する予定だから、やっとアタック級潜水艦の建造にも進展が見られそうな雰囲気になってきたよね。と言っても、当初予定のスケジュールよりも遅延しているのがアタック級潜水艦計画なんだ。合計12隻の建造予定とされているけど、コストが膨らみ続け、今やなんと1隻5000億円以上となっているから、実現が非常に危ぶまれているとのことだよ。このオーストラリアの潜水艦計画については日本もまんざら無関係ではなかったんだ。なぜなら入札には日本も参加していたから。しかし結果としてフランス案が選ばれ、日本案は振られちゃったってわけ。だけどフランスでの建造があまりにも遅れていることから、オーストラリアの視線が日本へ向けられるようになってきたみたい。2016年、オーストラリアがフランス案を正式に決定するまでの期間は、日本の武器輸出のハードルが下がった時期と重なったため、もしかしたらオーストラリアへ初めての武器輸出となるのかもと注目されていた案件でもあったんだよな。今でも一説には日本案を逆転採用ではないかという期待を込めて喧伝する報道もあるみたいだけど、現実的にはそういった可能性はほとんどないだろうね。いくらハードルが下がったとは言っても、武器輸出経験の豊富な他の国と、スタートラインに立ったばかりの日本とでは競争にならないから、海自主力兵器の潜水艦は、オーストラリアへの候補に挙げた総遊型が毎年1隻ずつのペースで作られていて、次の型の3000トン級潜水艦の寄港もスタートしているよ。そう考えると、無理にオーストラリアに潜水艦を買ってもらう必要性は乏しかったのではないかと考えられるんだ。もし日本に決定していたら、今頃はどうなっていたのかな？でもそちらの方が不安という意見も多いみたい。フランスという国は武器輸出大国であり、NATO の主要加盟国ではあるんだけど、伝統的に単独での兵器生産体制を維持しているし、エジプトやインドなどにも輸出実績を持っているんだ。武器輸出という事象を人道的観点から否定するのではなく、ビジネスとして割り切るフランスを相手にして、日本が潜水艦を売り込むという難題は実行可能だったのかと問われると、無理があったとしか思えないよね。ただ、
これでいやおうなく気づかされたことがあって、つまり、必要な兵器を自国生産できなければ、売ってくれる国から買うしかないということだな。当然なことだが、日本の場合は潜水艦や護衛艦などの艦艇は自国建造しているが、戦闘機が課題だ。次期戦闘機開発計画があるが、この分野での自国製造は非常に厳しいのではないかと感じられるぜ。すでに護衛艦の兵装なども合わせると、ほとんどをアメリカに依存している状態と言えるもんね。日本はオーストラリアの現状を見て、他人事だとやり過ごしてはいけないのではないかと感じてしまうよね。オーストラリアが本当にフランス案をキャンセルするのかどうかは不明だけど、もしキャンセルしたら残る選択肢はドイツからの輸入だけではないかと言われているんだ。折も折、2020年4月インドネシアが韓国からの潜水艦の購入計画を中止して、トルコからの購入するのではないかというニュースがあったよ。興味深いのはトルコが用意するという潜水艦も、韓国と契約していた潜水艦も、元をたどればドイツ潜水艦に行き着くということではないかな。トルコは韓国とは違って燃料電池式の非待機依存型機関搭載の潜水艦を、他国へ輸出用に建造することも認められているから、このライセンス生産にインドネシアがかなり傾いているようだね。もしこれが本当ならインドネシアは国際的な審議場から非難を受けることになりそうだけど、どう考えているんだろう。インドネシアという国は小さなインドのように、西側からも東側からも様々な兵器を購入しているんだけど、他国のこととはいえ、このままの路線で進んで将来的には大丈夫かと心配してしまうよ。オーストラリアほどではなくても、新しい潜水艦を欲しがる国に関しては、調達の陰にドイツの影が見え隠れしているような気がするんだが、本当のところはどうなんだろうな。歴史を振り返ると、フランスとドイツは隣国でありながら何回も直接の戦争相手となっているよ。しかし、新型の戦闘機や戦車の開発に関しては利害関係が一致したのか、共同開発プロジェクトを推進している状態だね。こういった中でオーストラリアがフランスとの契約をキャンセルして、ドイツに乗り換えてしまったら、フランスとドイツの関係にも大きな影響を及ぼすのではないかと思うぜ。むしろそちらの方が個人的には気になるところだな。オーストラリアのアタック級潜水艦計画、常識の範囲を超越した購入コストと費用対効果を改めてじっくり考えて、注目してみる時期になったんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、居眠り中になるびくってなる現象について話していくよ。あの現象なったことある人が大半だと思うが、なかなか恥ずかしいよな。ほんとだよ。僕なんて、電車に乗ってる時になるんだから恥ずかしくてたまらないよ。それは恥ずかしいな。さっきからびくって話しているけど、正式名称は、ジャーキングと言うんだ。なんか、意外とかっこいいじゃん。この現象なんだけど、どういう理由で起こるのかはっきりとわかっていないんだ。一般的には、睡眠時には筋肉が弛緩していることから、体が不安定な姿勢となりそのため、脳が体が倒れたり転んだりしていると勘違いをし、体勢を立て直そうとしてビクッとなると考えられているそうなんだ。だから、机に突っ伏して居眠りをするときなど、不安定な姿勢の時にジャーキングが起こることが多いそうだよ。なるほど、電車も、三半規管が働き無意識に姿勢を保とうとするから、ジャーキングが起こるんだね。そういうことだね。次に原因について話していくよ。ジャーキングが起こる原因として挙げられるのは、体の疲れ、精神の疲れ、栄養不足なんだ。だからか僕も土日も休みなしで働いているから、疲れてるんだね。そろそろ有給でも取って、ゆっくり休もうかな。ん？有給何それ、美味しいの？ここに休みはないんだよ。視聴者が待ってるだろ？視聴者を待たせていいと思ってるのか？それはダメだ。やってやるぜ。だいぶ話それたけど、ジャーキングを予防する方法があるんだ。それは聞いときたいな。でも、明確な原因がわかっていないから、はっきりとは言えないが、ジャーキングは眠りに浅い時に起こりやすいから、やっぱり、たくさん寝ることが一番の予防になるらしいよ。つまり、生活習慣を整えて、適度な運動をしたり、ストレス発散できることをすることだね。そういうことだね。みんなも、体には気をつけて生活するんだぜ。ならまた明日の動画で会おうね。今日の動画は終わりだよ。